近いです近いです、あの私はあのジレンのとこですね。あー近い近い近い、ローカルトーク来た、沖縄ってだけでなんか僕は内地だからどこも近いのになるほど、趣味と微妙に近いな確かに、そ そうですか、沢さん的にもそう確かに言われてみればそうかもしれないですね。そうですね、島市だと沖縄狭いですから本当に、あそこまで全然遠なんで、距離感があれですよね。だから僕も那覇住んでて、松田住んでる、出身は那覇で、そこから茶谷に結婚してから沖縄だんだん北上してるから全然ですね、車でだって1時間圏内、いやもう全然ですね、30分40分に行っちゃうんで、旦那さんが沖縄とかさ、沖縄市で、育ちが強いなので中間を取ってなんとなく宜野湾に住んだみたいな、ずっと東京にいたんですよ、あのどうですか、活動で、それで、はいはい、それでちょうど免許取る時期ないですか、今は子供が娘3人が有名な小学校なんです沖縄では大変です、だから近いからありよかったな、那覇市内は運動も兼ねてて、私も嬉しい長いこと住んでたからやっぱり出るのが嫌で、チャタンとかになると歩くと4時間とかかかるんで、住み慣れてるとね、住めば都だからそうね、だけど住んでみるといいな、でも車いっぱいあるからなんか怖そうなイメージ、子供がいると、あー、ギノマシ、あー確かに危ない、そうです、ね、いやもう慣れだよね、ずっとそこにいるからさ、そうなんだ、全然もうなんか車が避けてくれるだろうな、その浦添とギノマンでももう違うんですか、じゃあ違う、僕なんかすごい、いやいやいや一緒じゃない全然違う、なんか雰囲気違いますよね、浦添とギノマンと名前も全然違いますよね、実は、録画が始まってるんですね、宜野湾を境にこの南部と今のもちょっと違うんですよ、宜野湾っていう宜野湾、宜野湾、独特な訛りがあって、宜野湾って結構あの中間なんですよ、うん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 、だからどっちもこう混ざってるからか分かんないけど、なんか変な訛りがあるらしい、意識したことないんですけど、なんか感じません、日常生活で、わかんない、自分ではわかんないな、でも中部沖縄市とか、うんうん、あウルマとかあの辺は独特の訛りがあるのはわかりますね、うん、全然違いますよね、違う違 う、うん、そう隣って言っても全然違うんですよ、びっくりするぐらい、その河原塚さん出身どちらでしたっけ、埼玉なんですよ、あそうなんですか、2000年に沖縄に来させてもらって、はい、もうまあもう15年ぐらいなんですけど、わあすごい、15歳沖縄は15歳、そうですね、すごい、あもう住んでるんですね、もちろん、もちろん住んでます、住んでます、どこですか、今は那覇に住んでます、うーん、どうですか居心地、いや最高です、もうほとんど帰んないですでまた埼玉は風土愛がない県なんですなんかイメージありますね、確かにそうですね、テレビとかでだからやっぱもう全然この沖縄また高校野球とかすごいじゃないですか、その風土愛多分ある県だと思う、スポーツやる方にとってやっぱ良かったりするんですか、沖縄ビーサッカーはいいですね、一年中できるので、あそこ寒いって言っても知れてますもんね、そうなんですよ、冬場も練習できますよね、そうなんですよ、そこはもう絶対沖縄はあれですね、湘南とかでやったら死にますよね、いやもう冬は寒くて難しいし、夏は砂が黒いから今度砂暑くて、夏は夏で大変で、ああ吸熱性が高い、あ黒い方が暑いんですよ、ね、あで靴下でやったら溶けるらしいです、怖い怖い怖い、靴下が溶けちゃうってどれだけやばい、履いて履いてやるのか、ハビ履いてやるのか、めっちゃ怖いそれ、ぐらい大変みたいな、ハビ履いてあのサッカーやるんだ、なんかかっこいいでもなんか、タビが抜けちゃうよ、ね、ボールと一緒にポーンって、すごい伝ってそういう意味でもそういいんですね、あこれなんかもう兵ですね、なんか20兵ぐらい30兵ぐらい一人で古いけどちょっとそんなのがあるんだ、沖縄が一番いいですね、サッカーなんかやられたら本当にいろんなところ行かれたんじゃないですか、そうですね、遠征とかで、そうですね、でも今回ブラあーその B サッカーで割と10カ国ぐらい行きました、22歳の時に単独南米へ、そうですね、それはもう普通のサッカーの時すごいことですね、南米で、そうですね、いやもう全然それはもう行きたくて行ったっていう感じです、すげえ、なんかチームでやってたんですか、そうですね、普通のサッカーの時は1年だけ新潟、あのアルビレックス新潟って今 J1 の当時 J2 で、はい、そこで1年やらせてもらって帰ってきてた、でその後まあ、1年でもすぐ切られちゃったんで、その後沖縄来て
うん、のサッカー、まあ琉球 FC 琉球を立ち上げの1年やって、うん、次にビーチサッカー転校してって感じですかね。すげえ。あ、じゃあ沖縄に来てビーチサッカー。そうですそうです。ああ、そうなんだ。ちょうど丸12年目ですかね、ビーチサッカーのシーズンとして。12年目なんですね、ビーチサッカー。そうですね。どっちがきついんですか。まあ、ビーチサッカーの方がやっぱ砂が深くて結構持ってか、負荷は高いんで大変なんですけど、交代が自由なんですよ。で例えば1分出て、もう疲れたからちょっと変わってって、また休んだらまた出れるから。何年でしたっけ。ビーチサッカー5対5でやるんです。キーパー合わせて5対5でやって12分の3ピリオドつって12分を3回やるんですけど、その間 もう交代は自由なんで。すぐギブアップした。でもいいですよ。20秒やったらもう変わってる。いい運動になりますよね。毎週ね、いくら行って行って。痩せたらな、キャラがちょっと。キャラが変わっちゃう。声出るからちゃんと。痩せたら出なくなっちゃったの。出る。ゴンさんはどういう感じでこう結成されたんですか。どれぐらいもうやる。2年目。くらい。3年目入ったぐらい。3年入っちゃったもん。あ、入ってないか。2年目だよ。まだ。さっきの話聞くとね、2年目。うん、あ、そうね。私の方が知ってる。その前の話とかね、いろいろこうごちゃ混ぜになるから。そう。歴史。紆余曲折あった。なるほどね。活動自体は4人で本格的にやったのはもう半年とか1年。もう1年。その昔からの顔見知りとかっていうわけではないんですか。ああ、全く違うんですよ。全然知らなくて、でこっちの3人はボイトレのスクール通ってて、はいはい、そこが一緒だったんですよ。ああ、なるほど。でそこのつながりで、はい、こう引き抜かれたっていうか、ご紹介してもらって、まあ言いようだけど。で自分はもう東京で活動しててソロで、はい、でそこで後ろにいらっしゃるんですけど、彼と出会ってプロデューサーの、で沖縄でアカペラをやろうっていう話になって、じゃあ僕の今日もトーク次第ではこの声がプロデューサーさんに聞かれるかもしれない。素晴らしい。4人組になる可能性もあるってことですか。実はもう1人いるんですよね、はい、6人組になる可能性も、はい、あ、そうね、はい、そう今日ちょっと1人来てないんですけど、あ、そうなんですか。あの2人女性ボーカルがいて、あ、そうなんですね、はい、最近入ったんですよ、5月から。あ、本当。じゃあバランス的にはでも男子4人。じゃあ私入ります。やばい、どんどん素晴らしい。絶対そんなこと言ったらおたきさん入りたい。そしたらもうおいおい娘さんは、あ、いいですね。はい、じゃあ12期生に娘さんに疲れたら交代とか基本6人にいいですね。交代で沢田さんが大変だから、ね、確かに確かに分からんくなってもういいよ、好きにやってみたいな。そうですね、僕は生まれ変わったミュージシャンになりたいなと思うぐらい、すごいなと思います本当に。だからやっぱり例えばサッカーでも何万人入ってもその選手だけを見るわけじゃないじゃないですか。サッカーだったらメッシはすごいですけど、メッシのためだけを見るわけじゃなくて、やっぱアーティストだったらそのアーティストのためだけに何万人集まるわけじゃないですか。すごいなと思って。まだ万は集まんないけど、いや頑張ろう。まあ、リードのあれじゃないですけど、ね、気持ちってことですね。お客さんのありがたいことですね。すごいなと思いますよね。はい、そうですね。ありがたい。日々の管理とか大変じゃないですか。そうですね。ですよね。それが勝負っていうところなんで。そうですよね。それの気の使いようが、まあ、僕らでも結構選手でもやっぱり、まあ、当然お酒とか飲めないし、睡眠があれとかっていうのありますけど、声だったらもっとよりそうです、あれですね、簡単に壊れるんで。そうですよね、はい、簡単に壊れちゃうんで。喉も睡眠がすごい大事で、睡眠取ってないと出ないんですよ声、全然変わって、あと、まあ、お酒もね、飲みすぎはねやっぱり焼けちゃいますよ ね、うん、ね、基本飲まないですね自分は。あ、基本的に飲まない。でもめちゃくちゃうまくいったライブの打ち上げとかで少し今日はいいかなってご褒美で一杯飲むぐらいです基本飲まないですね。睡眠は皆さんこれぐらいが取ってるっていうのがあるんですか。基本
あでもちゃんとなんだろう寝なきゃみたいなのは、うん、本当最近で、うん、最低でも5時間は寝ないと出ないですね。例えばそのやっぱりライブが次の日にあるとかっていう前のその夜とかは結構寝れなかったりもするんですか？そういうプレッシャーってあるんですよ。交感神経が高ぶるから優先になっちゃうから交感神経そうそうピリピリしちゃうかも。性格かもしれないです。それは意外と私全然眠れちゃう、落ち着いていける方なんだけど直前になってあーってなるタイプだから実感がないんですよねギリギリまで。あいいですねそれはいいな。やべやべいやしょうがねえ出よっつっていう感じ勢いで、うん、でもそれ大事ですよね。いいですよ ね、うん、本番強いみたいな感じぐらいかな。でもあの最近ラジオだっけの時に、うん、もう1週間前ぐらいあの前日にあのチョコレートを食べたままそのままあの歯磨きしようと思ってあの寝ちゃったらしくて、うん、チョコレートはちゃんと食べきったんですけどでもやっぱ残るじゃないですか口の中に。その状態でこう口を開けてで寝ちゃったらしいんですよ。で気づいたら何時間か経っててしたらすんげえ喉が痛かったらしく次の日声ガッサガサだったんですよ。翔平さんあの寝落ちしちゃって疲れたと思って座ってたらどうしようしかもテレビの公開収録なんですよ。そう、どうした大将は大将はどうした、ね、気合い気合いで出た気合いでなんとかなんとか、ね、なんとかやっぱり本番強いんだこっちも。いやでも万全ではなかった、ね、万全ではなかったけど、まあでもあれは失敗精一杯やりましたね。そんな初めて実際結構多いですよねそれ。いやなんかそう結構人ダメですよ最近結構多いですなんか本当に多くてなんかそろそろリーダーが切れるうんそうですね僕も同じメンバーになる可能性があるまだまだそうですねもう監督してもらいいよそうよコラって感じな時はあります。間違いこんなところで怒るって日頃コラそう話されちゃってねずっと残るずっと残るいけるな。いやまあ希望としてこの放送取っといた何、うん、かあったらこれ流せばいい忘れたのかこの日をリメンバーこの日長い長い長いなんか話したいことないの？なんか聞きに回ってるから。ああ大学卒業したばっかりです。あ、そうです、ね、でも、はい、でもまだ通ってるんですけどね大学は。このグループに入る前はあの教師目指してたんですよ。それで大学で教職取ってて、でそれをそのまま何年か経ってたのでそのままグループを続けてからも継続してやってたんですよ。はいはい、それが今週終わりまして、あの今週の月曜日で教育実習が、お疲れ、はい、よかった、はい、でもミュージシャンとしてね、体制するから、はい、まあもういいわいいわ、ね、やっぱりそれはいいですよね切り替えてね、はい、でもしっかりね、あのやるべきことはこなし終えたって、はい、でもなんか親はさ、安心してたんだっけ。あ、そうなんか面白かったのは僕のことずっとこいつは教師に向いてないだろうって両親とも思ってたからそこの安心なんだ。そう、それを僕なら言わなかったんですけどね、なんかやめてよかったねみたいなめっちゃ印象的だったその話聞いて、ほんとこういう親もいるんだと思って、逆にすごいね、面白かったですね。でも教師を志してたんですよね。 そうです ね、 ね、はい、ちなみにど小中高、あ、中学か高校でしたね。実習は中学に行ったんですけど、やっぱ楽しかったですね。で向いてると思いました。自分では向いてるつもりだったんですけど親にはそう言われて、親はなんか要するにあいつ本当に教師になっちゃったらどうするみたいなしてたらしくて、裏方深いいけるな何もそんなに支えていこうってことだったなんか分からなくもないでも家族の気持ちもそうだね
見てる気もするけどね。なんか長期的な目で見るとね。すごい優しくてなんか穏やかな感じがするから、なんかピシッとか、ね、中学生に。あ、そう、いや実習でもそれ呼び捨てにされてましたよ。舐められてる。舐められてる。だから好かれるタイプだよね、生徒からは。絶対好かれるね。なんか面白いこと言ってみたいな。それいじられてる。まあ、面白いでました。すみません、報告でした。楽しい報告ありがとうございます。まだすごい実は。まあ、どこをこう目指してるとかってあるんですか？どこを目指してるとかってあるんですか？どこを海外進出おなんで締めがちになるの海外進出あでもなんだろうね。でもまず沖縄はやっぱそう全員踊らせたい、うん、そのアカペラで、うん、沖縄の人みんな全頭回って全員もうカチャシ踊るぐらいのライブがしたいなっていうのがやっぱありますね。でそれからどんどん日本へ世界へって広げていけたらいいなっていうのは、うん、沖縄から盛り上げていこうみたいなことは常にありますね。毎回どこに回るとか告知は Facebook とかでアップする、はい、Facebook ページでやってますね。リゴンリゴンでやってるんで、これからはねホームページもねあそうできるし、ね、そうね、本当に作っていただいて、さっきのリクエストは個人だったあの Facebook のリクエストは個人で、あ、じゃあね、別にリゴンリゴンの Facebook、はい、後ほど、じゃあ皆さんも、はい、個人のもよろしくお願いします。そう、なんかひよこ三四郎さん、はい、なんですけど本名が分からなくて、あ、そうなんですか。本名は伏せてる、名字しか、そう、私さっき言ってたような気がする。オフエアで。あ、フェイスブックはひよこさんじゃないんですか。ひよこ三四郎で、あ、そうなんですね。でもそのまま怒られるか。もう撮ってるマイク。もう手遅れでしたね。配信されてます。もう録画までされちゃってますから。ね、うん。自らの手でやってくださってます。もうあと1分30秒。1分で、あの CM が流れて、なんで2分、あ、2時3秒からですね。3秒から。うん、早い。で、あの右側の MD ってとこが、あのなんか赤くなって。オンエアですよみたいな。番組のタイトル何でしたっけ？番組のタイトル。ひよこの部屋。ひよこの部屋だ。ピヨピヨ。ピヨピヨ。このひよこから始まるんですよね。今頃。すべて。そこ先生大変。ところでさっき書いたこれって何なんですか？あ、これはあの後で回収して出版しようという目論み。あ、そうなんですか。もっとちゃんと書きゃよかった。もっと出版。印税とかはどういう感じになってるの？はい、じゃあ、はい、はい、はい、いただきます。超面積してましたもんね。大滝さん。あ、ちゃった、あ、ちゃった。オンエアでいっちゃった。すいません、すいません。癖ってダメです。日頃喋ってる感じで。すいません。ピーって。ピー、ピーってやない。後で入れときます。すいません。あと10秒で CM ですね。どんな感じで撮りますか。FM2 ライってやつもあるけど、まあ、いいか。みんな動くの大変ですか。はい、あ、じゃあ。ジバニャ。はい、じゃあ映します。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。キラキラポーも持ち曲にあるんですよ。見ましたよ。後でやる。よく落ちが使っちゃっていいですよ、これ。いいな。でも歌。あ、後で分かっちゃう。あ、でも次の番組あります。今日あります。あ、じゃあ。広々していいですね。なんかしかも静かで。もう一枚お願いします。あ、もう一枚。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。あ、大丈夫なの？あ、OK ですね。反対。反対です。あ、じゃあすいません。はい、あと少しで。
にちは。今週のひよこの部屋始まります。メインパーソナリティのとっこです。よろしくお願いします。さて、初めてのメインパーソナリティということで、まあ、ラジオは数回出演させていただいておりますが、今日はですね、豪華ゲストをたくさん招いております。でその前にちょっと私の紹介させていただきます。私はですね、オレンジリボン活動の一環として、乳幼児の、まあ、虐待ですとかネグレクトを少しでも減らしていこうという活動を、しております。でそれに向けて、まあ、育児講座というのを各保育園で行っておりますが、その中でも、まあ、個人的に自宅の方でもね、いろいろ相談に乗ったりとかしております。で、その中でですね、温脳リズムマッサージというベビーマッサージの仲間なんですけれども、講師を養成する講座などを開講しておりまして、でその中で、現代だからこそ、社会がどんどん変わっていった今だからこそ、もう少したくさん子育てについて学んでみませんかというところを、講義しています。で私も3人の娘がおりまして、小学校4年生、2年生、3歳の3人の娘がいるんですけれども、その娘たちを通してたくさんいろんなことを学んでいったんですね。でちょっとだけ私ですね、毎朝娘たちを学校に送るときに TBS の朝ちゃんという番組を少しだけ見てるんですけれども、夏目三久さんの朗読に毎朝ちょっと涙してるんですよね。今朝もね、すごくいい朗読をしてくださったので、少しだけちょっとご紹介したいと思います。8年間寝たきり の妻を支えた夫、ご主人と、それからお母さんが8年間支えたんですね。で8年間支えて、やっと少しずつ杖をついて歩けるようになった今、出産なんですね。でやっと待望の赤ちゃん、男の子が生まれたんですけれども、やっぱりなかなか育児にが足がなかなかね、自由に動かないので、でその中でこの可愛い可愛い玉のような赤ちゃんをね見て、もっとこの子を機にリハビリがさらに進んで、この子を目標にして、一緒に駆け回ることを目標にして、リハビリも励んでいきたいという内容だったんですけれども、もうすごく感動して、ね、この子を見てね、本当にやっぱり子供を見て親は育ちで、親ももちろん子供から学んでいくことがたくさんありますよね。でそれを見て、さらにやっぱり今日のね、ラジオの中でも大地のように暖かく、海のように深く、空のように広く澄み切った赤ちゃんのぬくもりを皆さんに伝えていけたらいいなと思います。今日はほんの少しですが、後で告知をしていきますね。はい、では今日のひよこの部屋のひよこさんの紹介、ちょっと、はい、アシスタントのひよこ三四郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと拙いサポートなんですが申し訳ありません。では、はい、ごめんなさい。はい、では、今日ですね、日本ビッチサッカー代表の、ビッチサッカーチームのラモスさんが日本代表だった頃の、日本代表で監督だった時のラモスジャパンのキャプテンであります、現在相馬プライヤー沖縄監督であり選手で ある川原塚武さんにおいでいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、現在茶壇のサンセットビーチで、ホームグランドとして、活動させていただいてます。相馬プライヤー、沖縄代表の川原塚武しています。よろしくお願いします。たけしさんですね、中学校1年生の時にお母様がお亡くなりになられているそうなんですね。で22歳で単独南米に渡米したんですよね。で、行ってすぐぐらいですかね、すぐお父様が今度は他界されて、はいはい、ということで、そこからまた苦難の日々が始まったということなんですけれども、はい、
ットのような感じだったんですか。そうですね、なんか急にディープな話になって、はい、あれなんですけど、さっきのね、あの打ち合わせの時バイバイしてたんで、あれなんですけど、はい、まあそうですね、僕は中1の時に初めてというか、あのおふくろが亡くなって、僕もちょうど、弟と、妹が、いるんですけど、妹はまだ、小学1年だったんですかね。で、そうですね。だいぶ離れてらっしゃるんですね。はい、そうですね。あ、6歳ですね。当時そうですね。6歳離れてて、うん、今あの当時は、まだ、小学1年だったんですけど、だから今僕もちょうど父さんと一緒で3人娘がいて、うん、で今やっぱ親の立場になって思うのはやっぱりその男と来て女の子が最後生まれて、まあ、それがまだあの小学1年生っていう中で、まあ他界したっていうことで、すごいその僕ら無念だっただろうなっていう気持ちがやっぱ今親として分かるん で、うん、やっぱりまあそれをね、その気持ちを自分が思うから、やっぱり今僕はその娘にまだ関われるわけなんで、まあ、そういったところでね、娘に愛情を注いであげられる幸せを感じながら子育てをしていけたらいいなと思ってます。そうですね、あの娘さんが7歳、4歳、そうですね、はい、12月生まれたばっかりですけど、3人目は可愛いでしょうね。そうですね、5歳だと、うちも3姉妹がいます、うん、小学校4年生、2年生、3歳3姉妹で、娘さんたちに対する思いもやっぱりあのお母さんが早くで亡くなられたということから。そうですね、だからまあ、あの家族仲良くしたいなっていうのももちろんあるし、あのしっかりと自分たち親が健康じゃなきゃいけないなっていうのも感じるし、だからやっぱりその大変だったっていうのは子供の子に味わってるんで、まあそういうのね、なるべくはさせてあげたくないなっていうのはありますけど、でもその反面逆にそういう自分の中ではすごいヘビーな体験だったんですけど、まあ時が経つにつれてやっぱりそういったことも今こういった場で話せたりもするんで、やっぱり大変なことがあってもやっぱり時が経ってくれば、まあそれがもう癒えても来るし、諸行無常じゃないですけど、ずっと嫌なこともいいことも続きはしないと思うので、まあ、そういった経験ができたので、何かまあサッカーでもそうですけど、苦しいことがあってもこれがずっと続くんじゃなくて、この先ねいいことが待ってるかもしれないっていうことは、そういったところで感じれたっていうのはすごい自分の中で大きいなと思うんですけど、このビーチサッカーは小学校5、6年生からの夢だったっていうことを伺ってますけれども、サッカーですね、サッカー、サッカー、はい、あ、サッカーですね、途中からビーチサッカーに転身したんですよね、はい、一度も諦めたことがないですか。そうですね、だからなんかこう、そんで夢を追っかけるっていうことがなんか僕の中で大事なことで、なんか夢を叶えるっていうよりは、夢を持って夢を追っかける過程が、ね、まあ楽しいっていうか、そう、別の職業とか別の道とかっていうのはちらっとも、そうですね、だからまあそのビーチサッカーとかサッカーが好きっていうよりも、その目指す過程が何でも好きだと思うんですよね、その成長したいとか成長感じられるっていうのがすごい楽しいなと思うんで、すごいですよね、そこがね、もう大体はちょっと挫折の瞬間って味わいそうじゃないですか。挫折はでも感じますけどね、挫折は感じますけど、でもそこで諦めないってことですよね。そうですね、諦めはしないと思うんですけど、で、まあ、ラモスジャパンのラモスさんに助けてもらった、まあ、実力を才能を見出してもらったということですけれども、出会いの中で感じたこととかありますか。やっぱりもうその熱ですかね、ラモスさんの、はあ、やっぱその、まあ、あの皆さん多分ご存知だと思うんですよね、ラモスさんは。でも本当に見たまんまなんですよ、でも本当にとにかく熱いんで、その熱はやっぱり周りもやっぱり一緒に転化するし、だその熱はすごいなと思うんで、まあ、僕もそういう熱を自分が発して周りにもね同じような熱を、まあ、火をつけられたらいいな、まあ、そういう存在になれたらいいなっていうのはすごい感じますけどね。
あのサッカーからビーチサッカーに転身する時のきっかけとかっていうのはありますか？そうですね、まあ、沖縄に来てサッカーやってたんですけど、ちょっとポルトガルの方でビーチサッカーがあって、まあ、初めてそこでビーチサッカー体験したんですけど、まあ、そのスポーツ自体が、まあ、歴史がすごい浅いんですね、ビーチサッカーって、うん、で、まあ、本当にルールなんかもまだまだ今でも変わったりするんですけど。そうなんですか。そのスポーツ自体がものすごいまだ僕を挙げたばっかりで、うん、まあ、その伸びしろというか、ビーチサッカー自体がこれからどんどん盛り上がっていくんだろうなと、そういうそのスポーツ自体を盛り上げていく、まあ、一員というか、うん、そういうのに携わる、まあ、サッカーっていうのもある程度もう出来上がってると思うので、そうですね、まあ、その中でどこまで上行くかっていうところだと思うんですけど、ビーチサッカーの場合はそのスポーツ自体を上げていくっていう、まあ、そういう楽しさもあるかなと思って、うん、なるほど。で現在は4歳から小学校6年生までのスクールを開校しているということですね。はい、そうですね。で県内6カ所で、はい、宜野湾市、浦添市、那覇市、与那原、北中城、合ってますか？はい、合ってると思います。はい、はい、でそれ の入校するためにはどうしたらいいでしょうか？はい、まあ、無料体験が2回必ずできるので、2回、はいはい、ぜひまず遊びに来ていただいて、それを体験していただけたらなと思います。まあ、本当にサッカーの技術をどうこうというよりは、そのサッカーの楽しさとかスポーツって楽しいなということを伝えられたらいいなと思うので。場所はどこでですか？宜野湾だとコンベンションセンターのところに、はい、多目的広場があるので、そちらの方でやってるので、ぜひ水金ですかね、そっちは毎週水曜日と金曜日が宜野湾市、はい、まあ、その他はそうですね、土曜日は内間西公園というところで浦添でやってたり、与那原の与那子浜公園というところで火曜日やってたりするので、まあ、ホームページがちょうど新しくちょっとなりそうなので、そちらの方とかで確認していただけたらなと思います。はい、ホームページは検索はどのように？ソーマプライヤーで検索していただけたら出てくるかなと思います。はいはい、皆さんソーマプライヤーで検索して、4歳から小学校6年生までのお子さんたちのご指導をしていらっしゃるということなので、ぜひ足を運んでみてください。はい、遊びに来てください。はい、であとは大人のビーチサッカーも。そうですね、毎週土曜日の、午前中10時から12時で、茶谷のサンセットビーチでやってます。まあ、そちらはもう本当に誰が、来てもらってもビーチサッカー体験できるようになっているので、サッカーやったことないとかっていう方でも全然来ていただいて、もう本当は上は50何歳の方もいるので、はい、すごいすごい、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。もうサッカーは分からなくてもいいですよね。もう分からなくてもいいです、うん、バスケットやってる人がいたり、格闘技やってる人がいたりっていう形で、いいですね。はい、リフレッシュにもなるし、いい運動にもなるし。そうですね、必ずスポーツドリンクだけ持ってきていただければ。スポーツドリンク、皆さんお忘れなく。これもホームページの方で確認できますか？そうですね、まあ、土曜日の午前中もサンセットも必ずやってるので、はい、もうぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。午前中10時から12時ですね。そうですね、はい、服装はもう何でもいいです、はい、でやっぱ裸足でできちゃうんで、ビサカはもう何も用具いらないんで、はい、前回のね、わんぱくシーサー保育園の木内さんからのご紹介なんですけれども、はい、そこでもご指導されてる。そうですね、教えさせてもらって、うん、もう今年で2年目になるんですけど、はい、月に何回ぐらい？月に1回、月に1回ですね、はい、トロピカルビーチの方でやらせていただいてるんですけど、うん、保育園の園児がみんなトロピカルビーチに出て。そうですね、いいですよね。本当かわいいです。かわいいですよね、本当にね。はい、ということでね、すごくビーチサッカーのを広げるための活動もすごくしてらっしゃるということで、はい、他に告知。そうですね、はい、ちょうど今度の土日に、今ちょうどビーチサッカーの日本代表が、トロピカルビーチで合宿をしてるんですけども、その国際親善試合が、土曜日の4時からと日曜日の4時16時から、アメリカ代表とやるので、それももう入場無料になってますので、うん、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。僕も一応解説やる予定なので。あ、素敵、はい、見れますね。皆さんぜひ足を運んでみてください。お待ちしてます。はい、最後になりますけれども、3人の娘さんに対する思い、はい、スポーツを通して、はいはい、そうですね、何がありますか？そうですね、何ですかね。まあ逆に愛情を持って、逆にいろいろなことを今社会に出た時に
困らないように教えてあげたいなと。ここでやっぱり逆に愛情を変に構いすぎても社会出た時に今度大変だったりすると思うんで、まあ、そこら辺とあとまあ夢を大きく持ってもらってそれに目指してもらったらいいなと思ってます。サッカーやってますか？ビーチサッカー。いや、サッカーやってないですね。やってないですか？はい。事情がちょっと今かじりましたけど、はい。まあでも本当に何でもいいなと思ってて、夢があれば。うんうんうん、そうですよね、はい。親としてはね、本人がやりたいことを何でもいいから一生懸命やってほしいと思いますよね。そうですね。うん。私もそう思いますね。やっぱり3人の娘たちを子育てしていて、で常にやっぱりもう本当に。なかなかやっぱり100点満点のお母さんにはなれないのでね、子育てをしていながらも、でもそれでもやっぱり一生懸命やるっていうことを伝えたいですよね。そうですね。何でもね、うん、目標をしっかり持ってそれに向けて一生懸命励むという姿勢をね。そうですね。河原塚さんのね、あの娘さん、たけしさんの娘さんだったら、はい若干やっぱりね最初にね、打ち合わせの時にね、噛みそうだからたけしさんって呼びますねって言ったのにね、はい、若干でしたけどね少し予想通り噛みましたね、失礼いたしました。いい、はい、では、次の週の、お友達の紹介、はい、まあ、同じチームでソーマプライ沖縄で、はい、やってます、南城市出身の、今現在の日本代表でも活動して活躍しているゴールキーパーのテルキナ慎吾、テルキナ慎吾さん、はいはい、来週はテルキナ慎吾さんに、そうですね、たくさんの今回お話できなかったことも聞けるかしら、はい、そうですね、はいはい、ちょうど7月の9日からビッサカのワールドカップがポルトガルであるんですけど、それにも多分言ってくれると思いますし、ちょうど子供も生まれたばかりなんです。あ、そうなんですか、はい、まあ、そういった育児の話もいいですね、なんか聞けるかもしれない、いいですね、ぜひ、はい、たけしさん自身も2005年から6回もワールドカップに出場した、はい、そうですよ、これこそすごいですよね。いや、それほどでもあるんですけどそれほどでもありますよ、もう十分自慢できることですよね、うん、なんか学んワールドカップに出場して、はい、培った一番のこと、一番やっぱり日本がいいなっていうことはもう間違いなく学びました。ご飯が美味しいですね。あ、本当にもうやっぱりその食事とかすごい大変でしたね。まあ環境もそうですし、やっぱりもう僕らガソリン入れないと試合できないんで、やっぱそういう食事とかがすごい大事になってくるんですけど、特にやっぱ中東とかの食事とかやっぱり大変だったんで、そうでしょうね、まあ、そういった意味でいろんな意味でやっぱり日本はいいなと。一番食事はもう本当に日本にはかなわないなって私も本当に常々思いますよ ね、外国に行った時にいかに日本食をどう手に入れるかっていうことが課題でしょう ね、はい、夢は夢はって言っといて飯会みたいなねいいです、話はそれでいいってね、はい、いうことですのでね、あと先ほども最後にって言ったんですが、皆さんに伝えたいことありますか？そうですね、まあ、本当にその目指すところを高く持ってれば、僕らもチームで目指しているのが共に世界一へっていうところが一番大きな理念としてやってるんですね。でその大きな目標を目指す過程で感動を共有しましょうよっていうことが一番のチームのコンセプトなんですけど、まあ、とにかくその高いところを持ってそこに向かうだけで僕はいいんじゃないかな、それが決して叶わなくてもそこの過程で頑張ったっていうことがすごい財産になるし、その次の世代に伝えられることになるんじゃないかなと思うので、まあ、共に世界一を目指して、やれる仲間が増えていけたらいいなと、特にこの沖縄からそういう仲間が増えたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございました。来週は同じチームのテルキナ慎吾さんにつないでいただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次のゲストをご紹介する前に少し私の話をさせていただきたいと思います。はい、先ほど育児相談の話をさせていただいたんですけれども、第4水曜日ですね、毎月第4水曜日、まずは月に1回から、午後1時から
1名限定で、毎月1名限定で、子育て相談を受けたいと思います。料金は500円です。無料にする予定だったんですね。ですが周りからの意見により、少しでも料金をいただいた方がっていう、貴重な意見をいただきまして、500円ということで、相談させて、相談に乗っていきたいと思いますが、で、じゃあどういったことを相談するの、どういった方が来るのっていうことなんですけど、今までいろんなお母さんたちを見てきて、スキンシップってやっぱりいいな、大事だよなってどんなお母さんも思ってると思うんですよね。でもじゃあ育児がスムーズにスキンシップしっかり取れて育児ができているのっていうと、実際自分の足元を見てみると、仕事に追われたりとかで、なかなか育児のことが追いつかなかったり、自分のことで精一杯だったり、兄弟がたくさんいたりすると、なかなか一人の子だけに構ってられなかったりするわけですよ。だけど子供っていうのは心の中に愛情タンクを持っていて、その愛情タンクが常にいっぱいでないわけですよね。それが少なくなっている時もある。そこをやっぱりキャッチしていくのがお母さん、もしくはお父さんだったりするわけです。で、そういった中で育児に手応えが感じなく、いつもどうしていいのかわからないというようなお母さんがいたりもするんですけれども、私もいつも保育科の学生に指導していた時に、どんなお母さんと出会っても絶対お母さんのことを責めてはいけないって言ってるんですね。子育てっていうのはみんな初めて子育てを経験していきます。で、育って成長していく中で親も学んでいくんですけれども、全てが初めてのことだから正解はないし、そこに試行錯誤しながら子育てをしていくので、もちろん間違いがあっていいんですね。で、そこをやっぱりでもそのまま間違いを見放しに行ってしまっては、やっぱり子どもは後で思春期になった時に爆発してしまったり、思春期の前に爆発してしまうこともある。で、そうなる前にお母さんが楽しく育児をできるように手助けをしていけたらいいなと思っています。なので自信を持ってもらえる子育て、勇気づけの相談会だと思っていただけたらいいかなと思います。なので私が行くと責められるんじゃないかとかね、そういったことはもう絶対ありませんので、ね、あなたお母さんこういったことがいけないんじゃないのとか、そういった相談ではありませんので、自信を持って勇気を持ってもらえるような子育てがしてできたらいいなということです。はい、で問い合わせはですね、Facebook でも知念徳子で検索していただくと、 Facebook でももちろんメッセージいただけますし、私の名前で検索していただくとマイベストプロ沖縄のサイトへ、行きますので、そこからメールで問い合わせしていただいても構いません。あとは電話での問い合わせでも可能です。電話番号もホームページの方にも載ってますので、念のため申し上げておきますね。090-1877-4917、090-1877-4917番まで、もしくはメールの方、インターネットの方で、知念徳子で検索してメールを、くだされば予約の方をしていきたいと思います。日時が第4水曜日の午後1時、限定1名様ですので、どんなことでもいいです。別に困ってないけど話聞いてもらいたいなということだけでもいいと思います。はい、そういった方でも来ていただけるとお役に立てればいいかなと思います。よろしくお願いします。また来週からは、こうやって育児に関する話を楽しくディープなことも、はい、いろいろいろんな実話も交えながらいきたいと思いますので、時には涙することもあると思いますけれども、それも全て、はい、ステップだと思って聞いていただけたらなと思います。はい、では次のゲストです。次のゲストはデュゴンデュゴンさんです。はい、皆様聞いたことありますでしょうか。一人一人紹介していきますね。まずはリーダーの波平さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次に、はい、次に、ミヤさん。はい、ミヤです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。浅戸拓磨さん、はい、はい、一人だけフルネームです。パークーディーですね。はい、はい、よろしくお願いします。っていう2名に、はい、翔平さん。はい、翔平です。よろしくお願いします。
ではリーダーの波平さんの方から、はい、はい、自宅のお風呂場で10年間音作りをしていた、はい、ということなんですけれども、はい、どういった感じだったんでしょうか。最初はその単純にそのボイスパーカッションっていうものに魅了されまして、これをやりたいなと。歌ももともと好きなんですけど、でそれをもう人の前でやるとかじゃなくて、もうひたすらお風呂場で、あの音の響きがいいんですよね、お風呂って。そうですよね、響きますよね。ひたすらで、もう風呂場をもうスタジオと呼んで、そこにあのカセットテープであの録音できるじゃないですか。ああ10年前なんでカセットテープ今見せるさそうそうそう、カセットテープを風呂場にガチャッと置いて、あの、ま、窓際にでポチッとスイッチを入れて録音するんですよ、自分の音。でその音が自分にとって楽しいと思えるようになるまで音を作り込むっていう作業を趣味でずっとやってました。10年ぐらい、小学校4年生ぐらいから。4年生からですね。はい、すごいですね。でその後2009年に上京、ね、あ、そうですね、はい、大学進学とともに、はい、弁護士を目指していたそうです、ね、はい、実はそうなんです。そういえば、はい、さっき、はい、どこから、あの弁護士から、あのそうですね、あの ずっとやっぱこのアカペラっていう音楽のには魅了されてまして、はいはいはい、でその大学に入ったと同時に見つけてしまったんです。あの大学にアカペラサークルというものがあるもの。そこが転機だったんですね、はい、でそのチラシをキャンパスで、その桜が散るしキャンパスで拾ったのがもう多分運の月というか、拾ったが最後、はい、拾ったんではない、もうそのまま拾ったんです拾ったんですそう、それ意外ですよね。その落ちてて、おっと思って、でそのままもうまっしぐら、桜舞う木の下で拾ってしまった拾ってしまったあの一枚、それが私の人生をここへという、あ、いい作品が出来上がりました、はい、そうなんです、はい、で2011年にハモネプボイパリーグ、はい、ハモネプボイパリーグで優勝、はい、したんですよね。3人目だそうですよ ね、 そうですね、3回目の優勝者、はい、大地くん、あとヒカキンっていうやつが2代目、はい、友達なんですけど、みんな、あ、そうなんですね3人目で自分がはい、なるほど。ではあのメンバーの方ちょっと、はい、少しだけあのあのリーダーからあのちょっとプロフィールを少し紹介していただきましょうか。あ、俺がやるんですか。いいですか。で、いいですよ、はい、振って、あ、じゃあ、はい、振ります、はい、なんかなんつうの、失言が出そうなるほど。じゃあまず最初、はいはい、宮さん。はい、はい、宮です。今日はちょっと間に合ってないんですけど、実はね、最近もう一人メンバーが、うん、増えまして、ちょっと最初に紹介できなかったんですけど、今日ちょっといないんですけど、まあ、今5人でやってるので改めて、で自分のプロフィールちょっと見てもいいですか。どうぞどうぞ、把握しといてください。すいません。まあそうですね、なんで見るかっていうと、そんなに経歴がないのでその喋ることないんで、まあ簡単にまあずっと有名だったので、まあ個人でいろいろ10代後半ぐらいから知り合いのイベントで歌ったりだとか、している中でまあそこまで長くはないんですけど、まあ、ボイトレ、スクールに通い始めて、まあ、そこからのご縁で今このデュゴンデュゴンでみんなと一緒に、活動をさせてもらってます。まあそのぐらいですかね。はい、はい、ありがとうございます。次はで最年少、浅戸拓磨です。あ、どうも、浅戸拓磨です。別名ターク、ターク、誰も言わないターク。プロフィール一人だけフルネームなんですね。そう、最初はそう、公式のこのプロフィールでタークっていうあだ名を
プロデューサーの方が命名されたんですけど、プロデューサー含めて誰もタンクって呼んでくれないんですけど、いじけてもなんか本名で書かれちゃいましたなるほど、じゃあここからタンクにしましょう、ね、はい、そうですね、ちょっとずつタンクにタンク、浸透させてよろしくお願いします。タンク、あ、はい、どうも。タクさん、はい、2010年ロックバンドのボーカリストだったそうですね。あ、はいはい、あ、そうです、はい、もともと高校3年生の時なんですけど、この時はバンドを始めて、はいはい、そこからだんだんこの音楽にハマっていったというか、ハマっていった、はい、で2013年バンドを解散、はい、でその後リュゴンリュゴンに入ったきっかけは何ですか？バンドやってる時に歌が上手くなりたいなと思ってボーカル教室に通ったら、そこの先生からこういうアカペラコーラスの今メンバー探してるからやったらって言われて入ったんですけど、ちょうどその時大学にも入った時期だったし、忙しくてわーってなっちゃって辞めたんですよ一回で。そのリゴンリゴンに一回入って一ヶ月ぐらい、一ヶ月ぐらいですごい辞めちゃって、で再開しちゃった。でバンドが解散した時期にちょうどプロデューサーからまた連絡があって、どうしてんだって言われて、やっぱり入れないかって言われて、その時も、はい、大学とかやってたから断ろうかと思ったんですけど、バンドは解散しましたって言ったらイエーイって言われちゃって、イエーイって言われちゃって、イエーイって言われちゃったら断るねなと思って、そこからズルズル入って、そこからアカペラにだんだんハマってきて今に至ってます。あれめっちゃ面白いな、イエーイって言った後にプロデューサーからイエーイって電話来たっていう、すごい連動してますね、連動してますね、うん、あそってやめたらしいよ、イエーイみたいな、やったじゃんそれでみんなお久しぶりですって言って、嬉しかったよ、よかったですね、はい、それがいいがあってイエイって言ってよかったですね、はい、よかったです。それが1年前ですね、戻ってきたのがちょうど。現在はソロのボーカリストとしてもライブをしてらっしゃるんですか？はい、ギターが趣味でそれを弾きながら歌ったりとかをやってますね。よくライブ見に行くんですけど、はい、毎回来てくれるんです、ナミエさんが。解き放ってます。そうですか、はい、今おとなしいですけど、うん、解き放ってます。変身するんですね。変身しますもん、ギター持つと。はあ、うん、桜舞鶴木の下で、はい、それ僕のじゃないそれ僕のじゃないです、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。では最後に翔平さん、ね、いいですか？最後になってしまいましたね。まぶたが開いた。目がちっちゃいから。あ、そうです、もう傷口だよ。はい、すいません、すいません。ねえ、あの浦添市出身ですね。そうなんです、浦添で。学生の頃、はい、というと高校生ですか？あ、実は専門学校なんです。専門学校の頃、はい、なるほど。その頃にコンベンションセーターの舞台で歌っていた、はい、そうですね、ということですね。歌わせてもらって、はい、うわ、なんだこれと思って、かいかんですよね。まさに。そう、その時は。渋い、渋い歌ができました。これは学園祭だったんですけど、コンベンションで。ああ、専門学校の学園祭で。そうそう、結構大きい学園祭で、コンベンションでやってたんですけど。どこの専門学校か大体分かってきた。ああ、分かりましたね。コンベンの学園祭で。はいはい、で、最後に、学校の、あの、出し物、最後の出し物として、なんか、歌と、で、学生みんなダンス後ろで踊って、はい、その中で歌うっていうのがあって、わあこれすごいなと思って、でかいか、うん、なるほど。そうです、今まではね、まあ、好きで、まあ、歌ってはいたんですけど、本気で目指そうかなって思ったのはその瞬間ですかね。うん、素晴らしい。で、リュゴンに入ったきっかけも、あ、そうですね、もう宮さんとタクと一緒で、一緒にね、そうそう、まあ基礎がなかったので、うん、まあ、ボイトレ通おうかなと思って、うん、そこで、あの、声かかって、よかったですね、本当に。もう本当に、あの、皆さん、あの、これからですね、あの、リュゴンリュゴンの4名の皆様に歌を歌っていただくんですけれども、もう本当に、あの、見た目よりも、もう見た目も皆さんね、美男美女なんですけれども無理しなくていいですよ、はい、美女だけ惚れたら悪いかなと思って、あの、美女だけのって言ったら悪いかなと、とりあえず美男って入れとこうかなって、すいませんはい、のね、あの、もう本当にすごい鳥肌立つような
もうボイスですので皆さんぜひ聞いていただきたいと思います。はい、今日は特別に長時間にわたり、お歌、皆さんの歌を聞いていただきたいと思いますので長時間にわたり、はい、長時間ですよ、はいはい、よろしくお願いします。では準備の方、はい、いいでしょうか。はい、はい、1曲目デュゴンデュゴンのデュゴンの美声がデュゴン翔平、はい、すごく分かりづらかったデュゴンデュゴンでデュゴンの学名なんですデュゴンデュゴンのそうデュゴンのそう美声をお届けします、はい、一番デュゴンに似てる翔平が、はいはい、そうなんですよね。一番っていうか、はい、彼しか似てないから、はるばるね来てくださったんでね、ぜひね、そっか シェリーです。お聴きください。ドゥン、ドゥルン、ドゥルン、ドゥルルベルルン、ドゥルン、ドゥルン、ドゥルルベルルン。シェリー、シェリー、ベイバー、シェリー、シェリー、ベイバー、シェリー、シェリー、ベイバー、シェリー、ベイバー、シェリー、ベイバー、シェリー、Why don't you come out?Come on, let it fall. Come on, you look so fine. Come on, moving nice and easy. Girl, you make me do. Sherry, Sherry, baby, Sherry, baby, Sherry. We can come out tonight.リハーサルの時からも見てまた鳥肌すごいですよ、元々こんなじゃないですすごい皆さんの声に魅了されて鳥肌が、ありがとうございます。では次の曲続けてお願いします。そうですね、なるほど。じゃあちょっと J-POP から1曲、そうです、ね、皆さんも知ってる曲お届けしましょうか。次はね、うちの最年少のタークーが歌います。言われたねーなー、はい、タークーが FM 未来初タークー、タークーそう、タークー解禁ですね、タークー解禁。じゃあ続いてに曲紹介をタークーがお願いします。慣れてねーなー太鼓みたいな、はい、あの J-POP の、今ノリに乗ってる世界の終わりの RPG という曲をお届けしたいと思います。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。大切な何かが壊れたあの夜に、僕は星を探して一人で歩いていた。Sex the sake 君も見てただろうか。僕は元気で会ってるよ、君は今どこにいるの。ほうほうと
ちょっとあの僕も一員にしてくださいみたいなこと言って自分を恥じます。いやすごいですね。私まだ諦めてない。これはすごい。右サイドベンチからじゃ。ずうずうしくないとできないんですね。すごい。最強ですね。そうですよね。やっぱサッカーもボール一つあればって言いますけど、ボールすら必要がある。デュゴンデュゴンがいれば感動が巻き起こるっていう。すごいな。嬉しい素敵なキャッチフレーズ素晴らしいやれるありがとうございますありがとうございますいいなぁ全部喋らせた方がいいかもしれない終わりましょうか MC いやいや本当にちょっと感動しちゃってMC でチームに入ってもらえてあいいですね感動が強く言ってくれる嬉しいですね空気が変わりますよ本当に本当に振動してる何分で人感動させられるわけですもんね何にもなくてこれはでも本当にずっと続けて行ってほしいし、うん、これ知ってもらいたいですねそうですよねありがとうございます嬉しいです嬉しいですから熱をいただいてますよねやばいもらってるあげちゃうです、ね、僕が今熱もらいました本当にそうですよなので今日書いたのはほらパワーをもらすごい皆さんの先見の目が本当に本当に、ね、この感動を
をたくさんの方にね分け与えて、うちの娘たちにも聞かせたいわ。ぜひぜひタイムに出してください、はい、そうですよね。あともう少し時間はあるんですけれども、うん、間で告知を一つしてもらっていいでしょうか。あ、そうですね、はい、リーダーからお願いします、はいはい、共にはリーダーらしく、まあ、すぐ噛んでる、噛むなよって言おうしたらもうすでに噛んでる。実はデュゴンデュゴン、この度は初めてあの全国のテレビに取り上げていただくことになりまして、はい、そのすごい、それがなんと今週なんです。6月21日日曜日 NHK 総合の番組ですね、11時から朝の NHK とっておきサンデーという番組に、はい、あの特集を組んでいただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、その戦後70年ということで、沖縄はその戦後70年にその沖縄で育った自分たち、この若い世代のアーティストが、まあ、どういったことを歌っていくのかという、そういうテーマと向き合って、うん、すごい真面目に語ってたよね、はい、全て放送に思いを込めましたので、うん、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。でテレビじゃ物足りないっていう方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひライブの方に足を運んでいただきたいんですが、はい、ライブの日程が6月27日土曜日ですね、もうこれもすぐですね、三栄、うん、の京塚シティにて、うん、あのエミのライブキッチンというあの RBC の番組、あ、ここで喋っちゃっていいんですかね。大丈夫ですよね。そのミニライブという形でその16時半より30分間ライブをさせていただきます。はい、ちなみにフリーライブとなっておりますので、あの、はい、何も心配なさらず、はい、買い物のついでに、ね、はい、三栄京塚シティですね、はい、嘘しですよね、はい、皆さんぜひ16時半から、はいはいはい、2つありましたけど、はい、今日来られなかったあと1人のメンバー、はい、ヨナユーもあのその時は参加しますので、5人でさらにあのパワーアップして、はい、お届けできると思います。さらにパワーをいただいて、はい、そうですね、いただけだと、はい、僕は大丈夫ですかね。私は2人では行かせていただきます。はい、私も娘3人連れて行きますので、はい、お待ちしております。手、はいはい、振りますのでね、全力で振り返します、はい、怖い、はい、キャラにない感じで全力で、ね、頑張って全力出してこんぐらいかもしれない。結構集中してるんで演奏中やっぱりね、生の方がね、うん、そのそうですね、まあ、今ね感じてもらったみたいにすごい熱を、うん、あの感じてもらえるんじゃないかなと思うので、うん、ぜひぜひ、はい、そうですね、あの、あの画面を通しては絶対感じられない鳥肌が絶対待ってるはずですので、うん、皆さんぜひ足を運んでねいただきたいと思います。よろしくお願いします。では3曲目、 おいいんですか。いいんですよ、行きましょう。何をお届けしましょうか。う、はい、3曲目はリーダー決めていいよ。決めていいですか、うん、いや、その動画、タークが言いたけど、うん、いいよ、まあ、日本語の曲を、 あ、違うか、一曲お届けしたので、ちょっと洋楽から一曲、はい、かの有名なマイケル・ジャクソンさんの名曲を、はい、デュゴンデュゴンアレンジで歌わせていただきます。マン・イン・ザ・ミラー。Make a change. If you wanna make it,
na 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 I'm starting with the man in the moon. I'm asking them to change his place. Ooh, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world better place, take a look to yourself and make a change. I'm starting with the man in the mirror. Ooh, I'm asking them to change his face. Ooh, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. I'm starting with the man in the mirror. Oh yeah, I'm asking him to change his face. It's gonna change, no message. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Gotta get it at what it got to start. It's when it goes, you can't close your mind. ギャップとね、タクなんかね、そうですよね。もうこのギャップがまたやっぱすごい。歌った時のギャップがもうさらにパワーアップですね。解放されてる。いや、そうですよね。その解放って意味がまあすごい分かったな。いや、すいません。もうこれ絶対もう清塚していかないとですね。ね、そうですよ。どんだけ強くなるの？絶対言った方がいいです、本当に。すごい、このパワーを本当にもらうにはね、本当ですね。生で見るのが一番ですよね。5人揃ってそう、あと1人また元気なやつもっと元気なやつすごいな、元気だよね。そこではオリジナル曲も多分そうです。はい、僕たちの曲もあるので、やっぱそれは5人でやっぱ5人揃った時にそれはやると思うので、なるほど、ぜひ。はい、そうですね。6月27日、はい、27日、16時半からよろしくお願いします。3円強塚シティですね。はい、ありがとうございます。はい、では残り時間がもう ね、あと 2,3 分となってきましたけれども、はい、そうですね、あっという間ですね。14時から14時55分までの約55分間ですね。皆様何か一言言い忘れたことはないですか？感想など。言い忘れたこと、いや、ジュゴンジュゴン最強ってことじゃないですか。それが今はっきりしましたよね、今日。そうですよね。後でプロデューサーとちょっと打ち合わせ入る。仲間入りできるように。この2分も本当は歌ってほしいぐらいですよね。本当ですよね。ありがとうございます。まあでも今日は撮っといて、京塚サイエンシティにね、行けば聞けるわけです。撮っておきサンデーでも見ていただきたい。見ていただくことできるかしら。もちろん2回目ありますか？ぜひ。じゃあ全然僕誘われないじゃないですか。ごめんなさい。僕は一緒に来るんです。そうですね。一緒だね。ビーチサッカーとなんか共演みたいな。そうですね。いいですね。ぜひですよ。本当に。それはやりましょう。組みましょうね。このビーチでできますか？はい、もちろん。だから音楽とサッカーのビーチフェスみたいな。すごい。さすが。すごい。コーラが出てきたからに。素晴らしいこと言う。
楽しんだ夢がじゃあまた一つね、はいはい、できました、ね、膨らみましたね、はい、夢を追いかけて大きく、ね、はい、すごい、願いは必ず叶います。では残り時間少なくなりましたが、この時間、毎月第3木曜日の14時から、私、トッコがお送りいたします。来月はですね、もうちょっと子育ての話を少しさせていただくことと、あとは、子育て全般をお話ししていきますので、アロマを取り入れた健康管理法、それから食育についてもお届けしたいと思います。ではさようなら。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。